今週のラインナップです。トピックスではタックスフェア日本橋2015と日本橋銀座街歩き近代建築物を訪ねての様子を、フロム広報誌のコーナーでは中央区障害者サポートマニュアルについて、生きがいやりがいボランティアでは中央おもちゃの病院をご紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡辺里子です。まずは今週のトピックスをお伝えします。11月11日水曜日、タックスフェア日本橋2015が日本橋プラザなど日本橋地域の3カ所で行われました。このイベントは11月11日から17日までの税を考える週間に合わせた広報活動として、日本橋法人会や日本橋青色申告会など日本橋地域の税務関係8団体で組織された日本橋税務懇話会が毎年開催しています。このうち日本橋プラザでは広報用のティッシュを道行く人に配布、国税庁のキャラクターイータ君などと一緒に税に関する PR を行いました。こちらは聞き酒コーナー。普段何気なく飲んでいるお酒にも税金がかかっていることを知り、身近な税について興味を持ってもらうことを目的にしています。また意外と知られていない消費税に関する税金クイズなど様々なブースが開設され、訪れた皆さんは税の仕組みなどを学んでいました。このほか会場には税理士に無料で相談できるコーナーなども設けられ、来場した皆さんにとって楽しみながら税を身近に感じる機会となりました。11月15日日曜日、日本橋銀座街歩き近代建築物を訪ねてが行われました。日本橋と銀座の代表的な近代建築物をめぐり理解を深めてもらおうと、郷土天文館タイムドーム明石が主催したこのイベント、このうち銀座をめぐるコースではまず銀座1丁目にある銀座レトロギャラリーミュゼへ向かいます。この3年間、築80年、かつては油屋だったというこちらの建物はコンクリート造りと木造が混在した造りで、表面の質感が珍しい外壁タイルを使用しているという説明があり、参加者は自分の目で見たり触れたりしてその意匠を確かめていました。続いて向かったのは同じく銀座1丁目の奥のビル。はじめにオーナーの奥野さんからビルの歴史などの説明がありました。歴史を大切にするためにあえて補修をしていないという廊下の轍を実際に見ながら、参加者は80年の歴史を肌で感じていました。その他、カフェの女性従業員が暮らしていたという武田ビルや、銀座に残る数少ない町屋建築である秩父錦の建物などを鑑賞し、参加者は歴史を感じさせる建築物に魅了されていました。古い建物の構造とか細かいところが分かってよかったです。普段通り過ぎてしまうような建物が歴史のある建物だったっていうこととか、本当に知らなかったっていうこととかが知れて、とても楽しく回らせていただくことができました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては中央区の広報誌、区のお知らせ中央からさまざまな情報をピックアップしてお伝えするフロム広報誌のコーナーです。今回は11月21日号の5面に掲載された中央区障害者サポートマニュアルについてお伝えします。区ではすべての人が暮らしやすい街づくりを進めるために、障害のある方を支援する方法などを記載した冊子、中央区障害者サポートマニュアルを配布しています。
マニュアルには目、耳、体、知的などそれぞれの障害に関する概要や使用している道具や機械の解説、日常生活で困ることなどが細かく記載されています。例えば視覚障害のある方へのサポートについて、まずは何かお手伝いできることがありますかなどと声をかけてみましょう。また方向や位置を説明するときは、障害のある方の向きを中心に具体的な説明をすることが大切です。また誘導の仕方については、サポートする方が前に立ち腕や肩につかまってもらうことが基本で、歩く速さは障害のある方に合わせましょう。体が不自由な方は車椅子に乗って移動しています。道路にあるちょっとした高さの段差を越えられないことがありますので、押しましょうかなどと声をかけてからサポートしましょう。他にも内臓の障害や難病など支援を必要としていることが外見ではわからない方が配慮を受けやすくするヘルプマーク、ヘルプカードについての解説も記載されている中央区障害者サポートマニュアル。ご希望の方は障害者福祉課、障害者福祉係にお問い合わせください。企業の接遇研修などでもご使用いただける内容となっている中央区障害者サポートマニュアル、障害のある方に対する理解を深める一助にぜひご活用ください。続いては生きがいやりがいボランティアです。このコーナーでは中央区社会福祉協議会のボランティア区民活動センターに登録し、福祉、文化、環境などの分野でボランティア活動している皆さんをご紹介します。今回は中央おもちゃの病院です。10月25日日曜日に開催された健康福祉祭りにも参加した中央おもちゃの病院の受付には、修理の相談をしに来た方が。最近あの親切で教えてくださるんで、また持ってこようと思ってます。5年前の結成以降、会長の加藤さんを中心に活動を続けています。ボランティア活動をどうに活性化すればいいかというような講座がございまして、でその講座に参加した人がですね、自分としてはあのボランティアとしておもちゃの修理をやりたいと、そういう団体を作れないかという希望が出たらしいんですよ。やはり社会に我々としてはシニアとして貢献したいというのが一つですね。でその貢献の中で、そのおもちゃを修理することによって、子どもたちのその科学に対するあの少しでも興味を持ってもらうということ、それから物を大切すること心を、まあ、植え付けてもらえればいいじゃないかと。どうしても今は使い捨てが多いもんですから、どうしても物を大切してもらっておもちゃをあの修理して長く使っていただくというようなことをやってもらいたいというのが大きな目的でございますですね。月2回シニアセンターとリサイクルハウス風車箱崎町で修理の受付やおもちゃの修理を行っています。ただ一つ課題があるようで。いろいろと、まあ、あの PR をやったつもりですけど、まだまだ十分でないようでしてですね。で先月 の健康福祉祭りでも、あのこちらから子ども連れたお母さん方にこうやっておもちゃの修理やってますから、何かあったら持ってきなさいよと言うんでしたら、あ、そうですか、そういうのがあるんですかと、ほんじゃちょっと壊れたのがあるから持ってきますって言って、うちに帰ってすぐ持ってこられた方も何人かいましてですね、今やってるのはそれがほとんどなんですけどね。この日の活動はおもちゃの修理。種類は機械類からぬいぐるみまで様々です。
メンバーの皆さんはそれぞれの得意分野を生かして修理を担当しています。大体私がやってます。本当図面あったら楽なのね。だけどおもちゃに図面つけてるやついないですね。こちらのメンバーはおもちゃの釣り竿を直しているようです。だから木のおもちゃは私がやる。木のおもちゃも壊れたら持ちてもらえばいいんだけどね。だからもう壊れるとそれでもうおしまいみたいね。加藤さんが直しているのは少し緩んでて歯車が完全に噛み合ってなかったみたい。ですからここをもう一度調整してきちっと締めたら直ったようですから多分これで大丈夫だと思います。最後に動作確認をします。調整の末、クレーンゲームの修理が無事に完了しました。困難な修理にも知恵を絞って挑む皆さんの原動力になっているのは誰でも治ったって言うと嬉しいんですよ。持ち主でなくても。でそれを例えばお子さんが来るじゃないですか。ではい、治ったよって渡すとすごい喜ぶんですよね。ね、お手紙なんかいただくととても嬉しいですね。あとはちっちゃいお子さんがありがとうって言ってくださるのでそれはとても嬉しいです。皆さんこういうお人形さんってもうダメになっちゃうと思って捨てちゃうんじゃないですか。だからせっかくだから捨てないようにして何でもいいから持ってきてもらえばあと少しでもね。活動を続けているうちに地域の方との信頼関係も築いてきた皆さんには忘れられないエピソードがあるそうです。かなり年配の ご婦人の方が人形を持ってこられたんですよ。なんか思い出のあるおもちゃじゃないかということで何としても直そうということでみんなでそれを直してですねそれで返したんですよ。ちょっとすごく喜ばれましてね。それで自分でお使いになったのか新しい洋服を着せたやつをですね写真で手紙と一緒に送ってくれましてね、まあ、みんな感動しましたけどね。今後の活動について加藤さんの思いは我々の快速にもありますように子どもと一緒におもちゃの修理をやるということをですね健康福祉祭りでフリーに来た子にやりませんかということで声かけてそれで一緒に修理をするということをやればですねかなり乗ってくるんじゃないかなという思ってますのでそれでみんなと議論しているところでございます。役割分担をしながら一つのおもちゃを一生懸命直すおもちゃの病院の皆さん、大切なおもちゃの修理や修理をすることに興味のある方はお問い合わせください。以上、生きがいやりがいボランティアのコーナーでした。中央区からのお知らせです。マイナンバー制度に関する不審な電話が相次いでいます。区内では、社会保障事務所やセキュリティを管理する会社を名乗る者などからマイナンバーを聞き出そうとする電話が発生しています。区役所からこのような電話をかけることはありません。少しでも不安を感じたら、区役所や警察などに相談してください。相談窓口はご覧の通りです。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。いかがでしたでしょうか。今回はここまでです。次回の番組の更新は11月29日日曜日です。それではまたお会いしましょう。